きチャンネル。ちょこんにちは。さあ、当選ということで、声がこんなんですけども、はい、どうしたんですか。もう死んでます、声がね。喘息を伴う咳しすぎて、はい、声がこんな感じです、今日の朝から。あ、今日の朝からなんですか。咳しすぎたのはもう3日間ぐらい、はい、ずっと。そうしたら今日の朝そうなっちゃったんですか。朝起きたらこうなってて、はい、あ、もう声死んでんなと思って、はい、だからもう今日撮る動画はこんな感じです。はい、私がこの服のやつは全部こんな感じです。そうそうそう、やばいよ。だからもうシュッシュしながら、はい、これどこまで声出るんやっていうね。辛くなったらシュッしてください。そう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 、はい、さあということで、はい、勝ち星、直近、うん、そして防御率、うん、奪三振率、はい、という4項目で、はい、お互いで選手取り合って、うん、まず見てない人はここ そうですね、このゲーム開幕前にやったんで、うん、それで3人が選手を取り合ってね、うん、で、こう答え合わせと言いますか。そうそうそう、誰が一番こう予想が当たったか、活躍するね、はい、感じで、打者編は1対1対1だったんで、はい、引き分け。そうなんです。打率、打点、ホームランっていう3部門でやったら、みんなね、本当1回ずつ1勝ずつだったんで、で、2位も3位も全員1回ずつ、はい、本当に平等に同率、はい、今回投手編、今回4部門あるんで、うん、誰かは絶対勝つんですよ。そうだね、はい、では、まず勝ち星から見ていきましょう、うん。でまずじゃあ佐藤さんが選んだのが、うん、藤井光也、宮城大也。もうそれでなんて言って、もう言って言っていいんちゃう。全部いいですかね、うん、藤井光也5勝5勝途中からリリーフ行ったもんな、うん、ドライチですね、うん、想定外、うん、で、ちょっとドライチだけ見ていくと、うん、私、青柳投手、うん、8勝、うん、で、先生が佐々木朗希投手7勝全員5歳やな。確かに誰も2桁はいかなかったですね。まだでも先発してるからいいや、俺もリリーフ行ってるからね。、うん、そうですね。じゃあ、まあ佐藤さんからいくと、うん、藤井投手でしょ。で、宮城投手10勝、うん、今永投手7勝、田中マー君7勝、床田投手11勝、うん、床田投手ね。で、平投手も11勝、うん、高橋奎二投手4勝、うん、上沢投手9勝、うん、BD、うん、いリリーフ行ってたもん。途中から大誤算、はい、0勝ですね、うん。大野雄大投手怪我して1年いなかったいなかったですね、うん、さあでも才木投手、うん、8勝、うん、で種市投手が10勝いやもう誤算はまず今永とマー君の一桁ね、はい、ああまあそうですね、うん、あとまさかの BD 大野がゼロだから、うん、ちょっと大野投手ゼロっていうね。いや BD のゼロももう大誤算だよ、まあ、そうですけどね。なんでゼロゼロやねんっていう。ちょっとゼロ2つ痛いです、ね、しかも高橋奎二4つ何やってんだよっていう。いやもうちょっと10いくか。あと藤井のだから俺藤井と BD でいきなりリリーフ転向してるからね。そね、俺もう完全読み間違いだね、はい、うん、ということで、うん、合計82勝です。それはそう、12人で82勝だからね、はい、1人平均7勝やん、約。まあでも1人7勝か。いやあかんで。そうですね、うん、だってみんな2桁勝つと思って選んでますからね。100勝いってほしかったよね。いってほしいですね、うん。さあじゃあ続いて私です、うん、まず青柳投手8勝で、うん、で、ドラフト2位の戸郷投手が12勝、うん、で高橋宏斗投手7勝、うん、小川投手10勝、則本投手が8、東投手、うん、16、でかいだ、これは大きいです ねで、小島投手が10勝、うん、山岡投手、ここでこうリリーフまで行ったからね、2勝です、うん、で、大関投手が5勝で、金村投手も2勝、うん、今井投手が10勝で、大瀬良投手6勝ということで5人10勝だね。1、2、3、4、5、そうですね。佐藤さんが1、2、3、4人か。俺だって0勝いんもん。そうです、ね、0勝ということで、うん、私96勝。おお、いいね。ちょっと佐藤さんには14勝差つきましたよ。うん、それはもうだって0いくから02人いますからね。80点台わかんで。そうですね、うん、でも私も100届かなかったですよね。まあでも近いよね、まあ、100が理想だね。100超えたらいいなって感じだね。ちょっと金村投手とかね、山岡投手がリリーフ行ったっていうのもあるので。はい、じゃあ先生、はい、いきましょう、はい、佐々木朗希投手7勝、はい、で高橋光成投手10勝、はい、伊藤もうちょっと投手もう継承略しますね、うん、伊藤大海7勝、小笠原7勝、森下9勝、でグリフィン6勝、西勇輝8勝、和田剛8勝、サイスニード7勝、山下俊平太9勝、バウアー10勝で、早川隆久6勝、
いや先生はでも10勝が2人ですね。でももう比較的7点オーバーばっかりだからね、ほぼ5勝以下がいないですね、うん、あれだけでしょ、早川だけでしょ6がね、あとグリフィンが6ですね、アベレージ高いよね、うん、アベレージは平均が高いですね、うんうん、はい、ということで結果は94、惜しいじゃないよ、2やった惜しいじゃないよ、東の差や、東とバウアーの差やバウアーということで、この勝負私が勝ち、やっぱあれやな、うん、俺はもうビーディーと大野のせいやな、完全に、完全、ね、佐藤さんバッター編でもそうでしたけど、うん、結構ゼロ選びがちじゃないですか、いなくなっ、いなくなんねん、いい人とゼロの人が、うん、ねえ、ぶっちゃけ大野なんて10ぐらい計算してたからね、そうですよね、うん、普通に言ったらね受賞するって思いますからね、大野10、ビーディー5でも俺1位だったのに、そうですね、まあそんだけあればね、ゼロゼロだもん、でも90度なんて、先生この時バウアー選んだ時に私たちバウアーチーズおるんみたいに、そうそうそう、投げられるのかみたいな言ってたら自由しましたね、そうです、ね、よかったですね、はい、ということで私は多分東投手が大きかったですね、やっぱりこの16っていうね、うん、まあ、まあ、東東郷じゃない、うん、東あと小川の受賞もでかかったね、あそうですね、うん、ヤクルトで唯一受賞ですもんね、うん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 、はい、ということで、うん、勝ち星編は私が1勝です、次防御率で、はい、まず佐藤さんのドラフト1位は、うん、オスナ投手、うん、いい0点台だからね、いやそうです、防御率で 0.92 ですよ、これも最高ですね、で私だこれをね、うん、だから1点だと100点、うんうん、5点台だと500点、はい、だからオスナが 0.92 だと92点という形に数値化して、うん、で規定投球回未満だった場合は先発で、うん、プラス1点されて、はい、で15試合登板未満だったらまたプラス1点されて、で登板数が1桁だったら1点だから、防御率がいくら良くても登板数が1桁だったら3点になるっていう、うん、っていうでリリーフだと40試合登板未満だと1点、15試合登板未満だと1点、登板数が1桁だと1点、だもし俺オスナは、まあ、40試合以上登板してるからあれなんだけども、はい、40試合以上登板してなくて1桁登板だったら 0.92 でも 3.92 になりますという、うん、で全員の点数を足して一番低い人が勝ちっていうルールになるんで、はい、でもプラス1すると点数化すると100点プラスされちゃうってことですよね、そう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 、ね、うん、はい、で、まあ、佐藤さんも須田投手で私が増田直也という、うん、まあ、ロッテから先に行っとこうっていうね、うんうん、あの戦略だったんですけど 3.71 だからここら辺であれなんじゃない、うん、あの先生と佐々木朗希とかで被って取り合いしたんじゃないの、あ、したと思います、多分ね、うんうん、でロッテどうしようかなと思って先に私はじゃあ増田投手行こうってなったんですよね、で先生がライデル 0.39 点やつでかいな、信用あるんで、えだからこれの場合私は増田投手で371点になっちゃうんですよ、うん、そうそうそう、それが先生は39点で収まるんですよ、うん、だからこれは、うん、いい成績出すやつ選ぶのも当たり前だけど、その規定投球回40試合登板以上を絶対行くやつを当てれていかないと無駄にマイナスポイントつくからね、そうなんですよね、うん、はい、まず佐藤さん見ていくとオスナ投手で大勢投手で今永、大勢お前これ言っていかなきゃいけないで、あそこ全部大勢4点5点と思わんやん、防御率しかもらえんねんで1年間、そうです、で今永これ 2.8、 もうこれはまあ十分だね、うん、想定通り、で、はい、で高橋コーナー 2.21、うん、これもまあ想定通りだね、うん、高橋宏斗ね、巻きはね超えましたけど 2.53、うん、いいね、規定投球回行ってるからね、はい、さあそして才木、うんうん、これも 1.82 です、いいね、うん、まあ、ちょっと規定投球回行ってる感じなんですけど、うんうんうん、そして高橋奎二 4.6、 何してんねん、何試合登板してんの大体そうですね、そして種市、うん、3.42、 思ったより悪かったね最後ね、うん、で松本龍也、うん、4.35、うん、で孫チャーホー、うん、2.89、うん、いいですね、で山崎総一郎、うん、2.08、うん、で石川直也 5.87、 でこれは12球団だから6人先発6人リリーフを取らなきゃいけないっていうルールで ね、うん、でねやったっていう、はい、でも、まあ、そこまで悪い人いない気がしますけどね、いるやん、もうリリーフでお前松本と石川なんてもう終わってるからね、いや、まあ、4.5 点台ですからね、あと大勢ね、うん、まあそうですね、まあ、先発でまあ3点とか4点とかまあまあ調子悪かったなと思うけど、リリーフとかだそれはもうダメだから、
あれですね、先発選んだ人いいですね。そうだね、うん、1人以外で今永、高橋光成、高橋宏と、佐伯。でも規定投球回行ってないからで、まあそうですね、まあ、種市投手も3点台っていうね、うんうん、はい、じゃあそして私です、ロッテの増田投手が 3.71、うん、で松井裕樹 1.57、うん、山本由伸、うん、1.21、 私よく取れましたね、うん、山本で藤井光也 2.33 で伊藤大海 3.46、 床田 2.19、 伊勢 3.22 で石山、うん、これが 4.4 です、うん、大野雄大、え、これゼロなんですけど、うん、ゼロってことは満たしてないから300点になるってことか。そうだね、これちょっと来年ルール改正だね、はい、うん、出てなかったら、出てなかったらもうマイナス10点だよね。1000ポイントプラスもできたんだ。マイナス500だね。500ぐらいですね、はい、うん、いやでも出てる選手よりやっぱ悪くならないといけないから、うん、マイナス700点ぐらいやろ。700? だって500点ぐらいはいるじゃん、まあ、防御率。そうですね、うんうん、まあまあ今回はじゃあ300ですね、うんうんうん、はい、で、白木、うん、5.4、うん、湯浅4.4、うん、で今井が 2.3。 今井も規定投球回行かなかったんだね。行ってないんですね、うんうん、じゃあ先生見ていきましょう。おい、ライデル0.39で青柳 4.57、 ここ3やな、だいぶ、ね、はい、で戸郷 2.38、 これですね。でマー君 4.9、 これも3やな、大5点、先発で5点近づいてんもん。結局でも4点台いったんですね、うん、4点台後半だからね、後半もうすぐ5点ですからね。そして宇田川 1.77、うん、これいいですね。で噂は 2.96、 平 2.4、 小島 3.47、 栗林 2.92、 で山口清水 2.98、 で山崎康明 4.37、 でモイネロ 0.98。 モイネロ手が痛いな。痛いですね、ですね、ここね。でも先生は規定投球回行ってる人選んでる率高いんですよ。まあ、規定投球回で40試合登板ね、うん、リーグも、はい、そうですね、うん、9人だからね。そうですね、うん、だからこう加点というかプラスされる人が少ないっていうね、はい、ということでこれでポイントにして計算を出しました。でここから、まあ、上限クリアしてないところ点数足していかないといけないんですけど、まず佐藤さん、で大勢投手が40試合登板行ってないのでプラス100点、うん、で佐伯投手も規定投球が行ってないってことですね、うんうん、100点プラスです。で高橋奎二投手がこれも規定投球が行ってないのでプラス100点、うん、で種市投手規定投球が行ってないのでプラス100点、はい、で松本投手が40試合登板行ってないのと15試合も出てないっていうことでプラス200点になります。で石川直也投手も、40試合登板行ってないのでプラス100点ということで、だから1、2、3、4、5、6プラス700点されてるからね、うん、はい、ということで佐藤さんの合計ポイントは4499点、うん、まあ、これが1回目だからね、いいのか悪いのかも分かんないよね。そうですね、うん、これはもう毎年やっていかないといけないね、はい、うん、他の人がどのぐらいなのか分かんないですね、うん、で俺通常だと3799点だったね、うん、700点マイナスされてるからね、はい、うん、ということで、これは数が少ない方が勝ちですからね、うん、ではじゃあ私見ていくと藤井光也投手なんですけど、先発とリリーフ両方やってるんですけど、うん、両方40試合規定投球回にも達してないけれどもリリーフで15試合は登板してる、うん、なので、マイナスとか、まあ、プラス100点ということで、うん、プラス100です。で、その他私大野投手ですね、うん、大野投手が、防御率ゼロなんですけど登板を1回もしてないということでプラス300点になります、うんうん、でさらに白木投手がこれは多分15試合も登板してないのでプラス200点、うん、で湯浅投手が、15試合は登板してるんですね、なのでプラス100点ということで、プラス100、今井投手が、規定投球は達してないのでプラス100点、うん、ということで、うん、だから100、400、500、600だねマイナスは、ということで私はプラス800点、うん、ということで結果4319点。おっ、でもこれ佐藤さんに若干勝ってる。そうだね、はい、じゃ大野が投げてないのにマイナス300点いいよな何気に、何気に、うん、3.00 だから。そうですね、うん、1年間頑張った種市なんて防御率 3.42 なので、ねうん、だから防御率先発で3点台
だったってことになるだけだからね、うん、1試合も投げなかったら。そうですね、うんうん、だって佐藤さんの、だって大げさで言うと、もう1試合も投げないやつ12人選んだら3600点だから。あ、確かに。これもじゃあちょっと来年のルールですね、うんうん、はい、さあでは先生、青柳投手が規定投球回達してないのでプラス100点、マー君も規定投球回達してないんですね、プラス100点、はい、でモイネロ投手が40試合登板してないのでプラス100点ということで、はい、先生3人しかいない、はい、うん、だ300点プラス、はい、ということで結果3710点、圧勝やな。圧勝ありがとうございます。圧勝ありがとうございます。圧勝やな。私たちと600、700ぐらい違います。うん、マイナスないもんな。ないですね。うん、だって先生がでも、うん、800点マイナスでも4200点だから、あ、まあ、アベレージでも高かったな。高かったですね、全体的に、うん、5点台とかいないですからね。いない、うんうん、ほぼ1点台、2点台の人取ってるし、うんうん、だからちょっといいのがもうめっちゃいいんだよ、うん、悪いのはめっちゃ悪いんだけど、いいのがめっちゃいいから。そうですね、うん、はい、まあ、じゃあ防御率は先生の圧勝です。ありがとうございます。奪三振率、はい、まあ、こちらはですね、こちらも先ほどと一緒ように40試合登板で規定投球回数いかなかったらマイナスになるんだけども、はい、規定投球回未満の場合は、うん、あの3分の1点になるっていう、だから、まあ、うん、奪三振率だから、まあ、もし10点、うん、奪三振率だった場合は1000点になるっていう。そっか、だから1点が100点、うん、0.1 点が10点、うん、0.01 点が1点だから、うん、10点の場合は1000点になる。1000点でも規定投球回に行ってなかった場合先発だと、はい、3分の1減ります。おお、だから1000点だった場合は333点になるっていう、っていう計算になるわけですね、うん、はい、で先発が15試合未満登板だった場合は半分になります。はい、半分、うん、でリリーフは40試合未満だと3分の1、うん、20試合未満だと半分になります。はい、で数が多かった、最後に合計して数が多かった人が、ね、そう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 、奪三振率は、うんうん、はい、でその中で、うん、ね、ドラフト1位佐藤大輝、松井裕樹、はい、ね、これはもう、うん、で浜松さん大勢、はい、で先生吉野、うん、でも松井裕樹 11.3 奪三振率、うん、大勢も 11.77 だからすごいのよ大勢の方が、うん、で山本由伸も 9.27、はい、だからもうきっちりだけど、大勢は40試合登板してないから、マイナスポイント入っちゃうわけですね、うん、こっから、一気に、3分の1減ります。わー、だから1177点から3分の1減るから、あ、だから俺の場合は松井裕樹 11.3 で40試合登板してるから、うん、1130点だってことなんですね。で大勢は 11.77 だけど、あの40試合登板してないから3分の1減るから785点になります、はい、で山本由伸は927点、ね、9.27 だからね。ということで、はい、佐々木、2位高橋奎二、うん、8.32、 3位栗林 8.77、 4位グリフィン 8.55、 6位高橋光成 6.97、 7位西純也 5.6、 8位エスコバ 8.53、 9位西野 7.08、 で次石川 8.52、 清水 10.41、 石川直也 7.04、 宇田川幸10.25。おお、西純也が不発やったな。そうですね、 5.6 だもんね。高橋奎二の 8.32 も5.3だったけどね。うん、まあ、でも宇田川投手はさすがですね。うん、そうだね、うん、10.25、うん、ね、でも10点台が3人しかおらへんからな、うん、あ、でも清水投手もいいですね、 10.41。 うん、そうだね、うん、うん、で続いて赤間さん、はい、大勢 11.77、 平 9.18、 田口 10.24、 田口すごいね、うん、結構良かったですね、うん、で宮西 9.13、 大瀬良 7.15、 涌井 7.22、 オスナ 7.71、 オスナ少ないな、そんなになんだ、何気に三振そんな取らないんだね、うん、山崎総一郎 10.38、 則本 6.45、 で今永 10.58、 で増田 9.11、 で西勇輝 4.65、 はい、これちょっと則本投手がね、想定外だったところありますね。まあ、でもやっぱり規定投球回に、これを奪三振率は規定投球回に行くか行かないかめっちゃでかいから、大事ですね、うん、則本さん今行ってるっていうのがあって、うん、3分の1減るのはでかいよな。で続いて先生、はい、山本由伸 9.27、うん、藤井光也 10.85、マー君 5.23、佐伯 8.12、 上沢 6.56、ペルドム 7.28、 小笠原 7.51、 入江 9.6、 水上 6.88、 ケブナ 8.44、 桑原 7.2、 で木澤 8.32、うん、
あら、先生10点以上1人しかいないね。本当だ。墓場さんが1、2、4人、うん、で俺が3人、うん、でその中で全部計算した上で、はい、その時松井裕樹1130点でそのままだから、うん、で高橋奎二はなんと3分の1減って554点、うん、で栗林は一緒で、グリフィンが3分の1減って570、うん、で西純也半分だって半分になってますね。きついな半分250点で、西野3分の1減って470、うん、で石川修太3分の1減って568で、石川半分だって、うん、半分2人もいる2人めっちゃきつい。はい、何石川修太もうちょっと頑張れたやろなあ、うん、三振で、袴さん大勢3分の1減って785、はい、で宮西が3分の1減って609、うん、で大瀬良も477で、涌井も771と、こう3人3分の1減って、はい、でそれだけだからね。あと西勇気、うん、3分の1減って310点、はい、5人、うん、袴さん5人はマイナスされてるのか。俺 6人マイナスだから、はい、先生藤井光也3分の1マイナスされて723、マー君が3分の1減って349、佐伯が3分の1減って541点で、入江3分の1減って640、水上も459、ケムナ563が3分の1減って小原半分360、うん、ということで佐々木合計8419点、はい、袴田さん合計9027点、よっしゃ。で先生757529点、うん、ということで袴田さんやっぱ10点台多いもんな、うん、高橋さん結構いい人選びましたね。田口、田口いいね、うん、田口そこがなんか結構想定外に良かったっていう、ね、そうだね、うん、うん、大勢も普通に言ってたらね。いやそうですよ、3分の1になってないからね、うん、普通に言ってたら私圧勝でしたね、大勢投手が頑張ってね、うん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 、いや良かったなこれは、うん、先生10点台おらんもん。そうなんですね、うん、覚悟いない。あと先生と俺マイナス2分の1になってる人いるから、ね、俺2人と先生、あ私半分もいないのか。半分いない、あちょっと半分痛いな、うん、これはさすがに不安なに関しては戦力外ですからね、うん、そんなんやるんだろう、はい、それ頑張ると思ったからやろ、ね、期待を込めて。でも脱三率って結構あんまりこうどのぐらい取るかってちょっとふわっとした状態で選びましたけど、うん、意外とみんなね、いい人選びましたね。そうですね、うん、私結構いいチョイスだったな、これ西純也、今年頑張ると思ったけど、うん、開幕前西純也の期待度、佐々木チャンネル高かったけどね。高かった、めっちゃ今年は10勝するって私めっちゃ言ってました。あとやっぱり、今なんか最後残ってんもんな。うん、で他に DeNA 先誰取ったんですか。俺エスコバー行ってるから。ああとやっぱこのリリーフと先発が6人ずつだから、あ、そうですね、そこのね、うん、あの塩梅も考えなきゃいけないっていう、うん、先生 DeNA 誰？入江ですね。入江、まあ、リリーフやからな。そうなんですね。入江が40試合当番いかないと思わなかったよな。はい、ということで私が2勝、うん、あれってことは佐藤さん勝利なくなったんじゃないですか。もう、あ、そうだね。え、1勝2勝1勝2勝でもう1つあるんで、最後に先生が勝ったら先生と私の勝利になります。ああそうです。じゃあもうじゃあつまんないけどやるわ。で続いて貯金は勝ち星と防御率で選んでない選手を取るっていう形で、はい、うん、ね、途中経過俺結構良かったんだよ。そうです ね、シーズン中の、うん、まず佐々木から、はい、柳、石川、吉村、加藤、田島、岸、直江、石田、西野、岩崎、水上、玉村と選んできて、うん、はい、なんと貯金があるのが田島と岸と玉村だけっていう、うん、西野ね、西野だって柳マイナス7だからね。うん、石川マイナス4、吉村に、加藤マイナス2、田島に、岸4、直江マイナス1、石田マイナス5、西野3、岩崎0、うん、水上マイナス2、田村2、うん、結果マイナス8勝、はい、マイナス8勝。マイナス8勝。え、貯金作ったのは誰ですか。吉村投手の2勝、うん、と田島の2勝、はい、岸4勝、で西野が3勝、うん、玉村2勝。あ、でもそんだけ貯金あってもマイナス8、うん、マイナス7がいるからね。あ、そっか。俺だからもう柳本がマイナスだからほぼそうですね、うん、いやちょっと柳投手これは誤算でしたね。俺でも岸頑張ったね。うん、頑張りました。西野ね、うん、
急勝しました。途中まで俺プラスだったのにな、ね、うん、続いて袴田さん、はい、松本マイナス2、うん、西純也プラス3、うん、西純也プラス3なんだ、うん、ね、ね、ここでは良かったですね。竹中マイナス2、遠藤マイナス4、うん、木澤マイナス1、で本田1、うん、赤星0、メルセデスマイナス4、うん、三島2、祖父江マイナス2、バンド1、鈴木玲也2、マイナス6勝。おお、あ、サバさんにもちょっと勝ってる。え、でもマイナスなんだ。プラスじゃない。プラスじゃない。これプラスにするの難しいのか。難しい。まあでも勝ち星と防御率に選んでない選手の中からだからね。そうですね。うん、はい、柳マイナスなと思わんよ。うん。で先生。先生、東山マイナス1、与座マイナス4、三輪マイナス6、伊藤正志5、ポンセマイナス1、菅野マイナス4、クリ0、ピーターズ1、安楽1、入江0、勝野3、小野0、結果マイナス6。おおし。あれ一緒タイ、え、はい、一緒同点ということで、全体的には袴田さん一緒。やったー、わー、一緒だった、危なかったよ。本当ですね。先生はもう与座、美馬、菅野でもうマイナス14点だ。貯金あるのが誰ですか。伊藤正志の5。それ大きいね。だから3人の中で一番貯金あるの伊藤正志だよ。ですね、うん、本当だ。だってあとは伊藤正志と勝野のプラス8だけで、うん、なんとか頑張って踏ん張ったよです、ね、このマイナス14を、うん、ね。そっか、私はだからマイナスがあんまり多い人がいなかったのか。マイナス4はいるけど、そう、袴田さんはマイナスもそんなに多くないけどプラスもそんな多くないんだよ。一番勝ってるのが西の、ま、プラス3だからね。はい、西純也、うん、そうですね。やっぱ佐藤さんマイナス7大きかったですね。あとこれ、うん、そうそうそう、うん、あと先生はピーターズとか安楽とかクリ・オノのやっぱこの0、1とかのここ微妙なところをマイナスになってるのがでかいよね、うん、マイナスの人がちょっと少ないですもんね、うん、1、2、3人、3人だもんね。1、あ、4人か、うん、俺だってマイナス1、2、3、4、5、6人だから袴田さん1、2、3、4、5、6人6人、うん、わーってことで私と先生がタイだったってことなので、だから2勝だから、まあ3勝2勝だね。そうですね、両方1勝としたらね。あ、3勝2勝0勝0勝お、イエーイだから投資への袴田さんだね。はい、ということででもちょっと今後の反省も踏まえて、うん、ちょっと改良してね、はい、来年、うん、でも第1回チャンピオンは袴田さん。イエーイ、やったー。だってあの打者編と合わせたら、はい、4勝1勝3勝だもんね。お、1勝しかしないんですか佐藤さん。あれ、あれ4勝3勝イエーイ。俺は解説評論家だから、はい、起こったことを分析するのが俺得意なわけ。まあまあそうですね、未来を予想するの、はい、そんな得意じゃないよ。いや、分析して来年はいけるっていうのそんなんだと俺順位予想もっと当たってくから。確かにね、そうですね、そうそう、絶対当たってないね。私も阪神の優勝予想当たりましたから。あ、俺だってあの中日と日本ハムの再開予想当たってね。そうですね、うん、はい、ということでね、うん、これちょっとまた来年して、はい、うん、あとまあね、あの視聴者の皆さんもね、もし自分でやってたらね、はい、得点計算してもらって、うん、何点だったかやればね、俺らともう点出てるからね、はい、何点だったかやれば、うん、誰に勝ったかね、うん、できるから、まあ、全部俺らに勝ってやる人はいないと思うけどね、うん、そういうので楽しんでもらえるとね。でも全部いい人、私たちドラフトでやってるじゃないですか、うん、全部いい人選んでたらめちゃくちゃ点数いいかもしれないですよ。いや、わからんで、わかんない、柳マイナス7になると思う。まあ確かに中日で貯金作るの結構難しいですよ、うんうん、あと菅野がマイナス4って思う。そうですね、思わんや、はい、あとあの俺らは特に俺とかはファン的要素入れてないから、うん、あの客観的にあるけど、はい、ファン的要素入るから。そう、見てる人は確かに応援してる人はい、はい、ということで皆さんもやってみてください。はい、はい、ということで第1回今年活躍するのは誰かシリーズチャンピオンは袴田さんです。